おはようございます。塚原農園です。今日は家庭産栄養動画として種まきをしました。株の畑に来ております。じゃん。すぐ隣にはニンジンがあります。アブラムシが飛ぶ季節になりましたが、この畑はアブラムシが来てませんね。でも一応この害虫が色々と粉がアオムシなどが飛ぶ季節になっていますので、防虫ネットをかけておきました。 中を見てみましょうじゃんお防虫ネット越しに発芽しているのが分かりますねそれでは裾に支柱に留めてあるパッカーを外してまずは片側だけ開けていきましょう かを外し終えました。それでは。こちらをめくっていきたいと思います。よいしいきます。オープン。じゃーん。おいいですね。はい。四畳巻きで筋巻きをしました。株が綺麗に発芽してますね。 見事です結構大雨も降りましたが防虫ネットをやっていたことによって雨がワンクッションここで和らいだところどころプツプツってあると思うんですけれども強い雨に叩きつけられなかったのでピシッとまっすぐ上を向いてますねこちら9月の17日に種をまいたものスワン株とで反対側2畳が 光大病光株になります。両方の今のところ成長は差はない感じです。発芽率大きさともに同じ感じですね、はい。それでは今日は1回目の間引きということでご紹介をしていきたいと思います。ま間引きといえば皆さんはもうだいたい分かってますよね。間隔をある程度空けて 引き抜いていてくこの辺りすごく混み合ってますよね、はい、株がこれから小株中株大株と大きくなっていく上でこの間隔だとちょっと触れてしまいますでこれでは成長の妨げになってしまいますのでもう全てこの,方このまま筋巻きで手で巻くとどうしてもとっても種がちっちゃいので ところどころ種がこうくっついて落ちているところがありますよねでそのまま放置しておく全部小株どころかもう1円玉サイズぐらいの株しかならなくなってしまうとでこれを大きくさせたい方は間引きをしていってくださいでも1円玉サイズでもいいからもうまいたら放置であとは 葉っぱから小さいところでもどんなところでもざく切りにして食べたいという方は、まあ、そのままでもいいと思います今回は小株中株大株と栽培でいろんなもので食べられるような大きさに育てていきたいと思いますので間引きという作業をしていきますそれではこの辺り混み合っているものを間引いていきましょうさて間引きといっても いろいろと人それぞれ感覚とか間引きタイミングというものも違いがありますねじゃあどうしましょうかこの辺りまだ全体的に仕様、はい、が展開した状態ですよね子供の葉っぱですとてもちっちゃいですハート型の葉っぱが2枚出ているとこです本来でしたら本葉大きな葉っぱが 出てくる頃に間引きをするんですがどうしても手で巻くとこう重なっちゃうとこれ一枚に見えるかもしれませんがこうどかすとずらすと実は2つここですね発芽していたと種同士がくっついて巻かれていたところもあるんですねこれが本葉が出た頃まで置いておくと徒長してしまいますで、ね、間引きづらくなっちゃうんですね,ね 根っこも出出しますよね。でその時に本葉が出る頃まで1回目の間引きを待ってしまうと根っこが絡み合って引き抜いた時に残したいところの根っこまで傷つけてしまうことがあるんですね。これがどうしても手で筋巻きでやる時の欠点なんですね。まあ上手に本当に1粒ずつ丁寧に 感覚に時間をかけて巻かれている方は大丈夫だとは思うんですが手でバラバラバラッとやった時にこうくっついちゃうとこんな感じですねこういったものをまず1回目間引きをしていきましょうということでやっていきます、はい、もう本当に葉っぱが小さい子供の葉っぱが重なり合っているところはもう間引いちゃうような形です、はい、じゃあここですねこちら端から見ていきましょう ここ一番最初、点、点と指一本ぐらいのサイズ開いてます。これはこのまま放置してください。じゃあ次見ていきましょう。ここ、ここ微妙ですね。もう指が入りません。もうほとんど葉っぱがくっついている状態です。この時は、この触れているところ、ここをですね、間引きます。はい、どうですか今引き抜いた時に隣も動きましたよね。 はい、根っこがもう地中深く出ていますでこのようにゴロ土土を抱え込んで、はい、抜いた時にこんな感じでもやしみたいになっているんですけれども軸だけ抜けてくればいいんですがこのように多少ないとの土がついてきますよねでその時に隣のものも持ち上げてしまうことがあるんですですからこの本当にちっちゃくてまだ細い根っこが出たうちにやれば隣の残したい方を 傷つけないということなんですね。で私はこんな感じでちょこっと出た時に間引いちゃいます。指1本ぐらいの大体も触れてない感じですね。ここも触れてますね。こういったとこも触れているところをこうゆっくりと、はい、もう必ず土がついていきます。はい、持ち上げちゃうんですね、はい。ここも触れてますね。はい、はい、こんな感じです。 どううでしょうかだいたい全体的に指1本は入る感じですね隣同士が触れていない時、まあ、これが第もう1回目で間引きをしますのでこれが第1回目の間引きと、まあ、させていただきます、まあ、本来でしたら本葉といって大きな葉っぱが少し顔を出した頃にやるのが一般的なんですけれどもそれでどうですか皆さんやってみて先ほどみたいにこう葉っぱが触れ合っているところこういったところ これがもっと大きくなってから引き抜いて、一緒にあ抜けちゃった、ってここだけ空間が生まれちゃったっていう経験のある方いらっしゃるんじゃないでしょうか。そういった方はこのようにするのもいいと思います。また上手に種をまいている方はこのステップは飛ばして次の本葉が大きな葉っぱが展開した頃に間引きをするようにこれ飛ばすようにしてみてください。 私はこの筋巻きをですねどうしても一粒ずつ等間隔に巻いているつもりでもやっぱりところどころ重なり合って落っこってでそれが発芽してしまうんですねちょっと難しいということで、はい、間引き自体はとても簡単ですこの段階でやってしまえば後の仕事がとても楽になりますはい間引き作業が終わりました、はい、見てみましょうこちら 手前側2畳だけ間引きをしました全体的に見ると、はい、葉っぱが重なり合ってませんねで、理想としては指1本ぐらいが理想です、はい、それでは今度は防虫ネットですねについてご紹介したいと思います今撮影場全体的にガバッと開けていますが皆さん間引きをする時はどのようにして防虫ネットやっていますか こんな感じでねが短いからこう全体的に開けちゃっている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか、まあ、これがほんのわずかでしたらこう開けてもいいと思うんですけれどもちょっと距離が3メートル4メートルと長い方はこのようにしていると害虫が間引いているときに中に入り込んでしまうことがあるんですねで防虫デートをやっていてもなんで害虫に食べられちゃうんだろうと まあそれがこの時に隙ンが空いている時に入り込むとでこのネットの、はい、内側のてっぺんとか側面の中にですねくっついたままじっとしていることがありますで間引き終わったと終わってああよかった中か害虫いないねとでこれで閉じると、はい、こういったところの中についているものがこの中で虫かごの状態になってしまうんですね。 ももう餌も常にあるとだから虫さんがもし中に入ってしまった場合はこれはもう虫さん大喜びになってしまいます。でそこで対策があります。じゃあどのようにしてやるかと。完璧に防ぐということはできないんですけれどもなるべく軽減させるというやり方をご紹介します。 今は私がいつも間引きをしている感じでやらせていただきました。どうでしょうか防虫ネットを上の方までめくっていませんでしたね。あれでしたら、害虫が中に蝶々など、蛾のよ成虫などが入るスペースも空間が多少なりとも少ないですよね。侵入口が少ないと。手だけを入れて、で、 防虫ネットの網目越しに見ているような感じで間引きをしていましたそれでは害虫が次入りやすいようなスタイルでちょっとやってみます どうでしょうか。今、ウネを全部、はい、片側だけめくってやる状態です。半壊ですね。害虫が入りやすいスペース、どうでしょうか。たくさんありますね。この間引いているときに、防虫ネットをガバッと大きく開けてしまうと、害虫の侵入路,侵入路が、はい、たくさん広がってしまうということなので、これも一つに。 参考にしていただければと思います、はい、間引き作業が終わりました終わった後は防虫ネットを下に下ろしてそしてパッカーで止めていきましょう私が使っているのはこちら1 3ミリの、まあ、鉄のパイプなんですけれども中は空洞になってますでこれは一部地域では取り扱っていないそうですねで、えー、全国的にあるのはダンボールあたりでしょうか 5mm8mm と、うん、その辺りの、ま、グラスファイバーとかガラス繊維ですねが練り込まれたものでこう釣り竿のように曲げて刺すようなタイプを使っている方がほとんどだと思うんですけれどもそのサイズに合わせたパッカーというものが大体置かれていると思います。でパッカーを使っていない方 風ががが吹くとととちょっと飛ばされたたり、りここの裾がまままついてしまうことがありますよね。まあ、土をのせたりして完璧に塞いでしまうという方法もあるんですけれどもこの防虫ネット土に触れているところまた埋まっているとですね、劣化しちゃうんですねこれはビニールも同じですなるべく土に埋まらないようにしつつで長持ちさせるためにこのようなパッカを使うと。 とても便利です、はい、でパッカーを使う時なんですがここへ直接バチンと留めてしまうとこの角のところでこの網目を広げてしまうことがあります。まあ切れることはないんですけど何度もやっていると切れてしまうこともあります。それを防ぐために私はこのような肥料袋を余ったもの肥料の空き袋を1 0センチ角ぐらいにカットしておいてこれをワンクッションかませておいてその上から バチッと止めるようにしてますそうすると目が全然傷ついてませんねこれもう20年近く使用しているものなんですがどこ一つ穴は開いておりません裾も綺麗ですねこれは直接杭を止めるようなやり方もあるんですがまあ、杭を止めないと、ね、飛ばされてしまうときは仕方なく杭を使うこともありますけれどもなるべく傷をつけたくないと やっぱ穴が1か所で湧いてしまうと防虫ネットの、うん、意味がですねなくなってしまう、うん、そのようなことを防ぐためにパッカーをよく利用しています、はい、裾を下2 3センチ少しくっつくぐらいですねやっていただいてバシンと留めます、はい、これでもう害虫が入るスペースがなくなりましたでこれを両サイド1つずつ留めてます あとセンターにににつつつつ止めてててまます。すすす。真ん中ででね。ですから1つの支柱に対ししつずつ使うようよなぜ真ん中に使っているのかということなんですけれども先ほどみたいにパッカーを外して間引きとか管理をする時にめくり上げますよねでその時真ん中に止めていないとこの芯がずれてしまうで途中風が吹いたりすると真ん中がバンと風が中に入り込んで持ち上がってしまう。 そうするとこの両サイドに止めてあるパッカーのどちらかが風の勢いでバスンと外れてしまうことがあるんですねそれもあって真ん中にやってます真ん中に一点止めておくことでもう芯はずれません間引きをするときに手前のパッカーを外してめくり上げたときにこれが全体的に左側にまあ奥にずれ落ちてしまうとこれをまたこう調整微調整するのが とても手間ですよね。でもこれをやっておくともう真ん中以上あちらに行きませんので作業管理がとても楽ですで癖がつきづらいんですね。これがピシッとピーンと張ってある状態パッカーを止めると多少ないとこの防虫ネットが短くなります。 ギュッと押さえつけこれをところどころ止めることによってより防虫ネットがたわむことなくピシッと貼れることができます特に下の裾がたるんでいる状態これまで今パッカ外してあるのでたるんでいるんですけれどもこれがたるんでいる場合隙間から害虫が入ることがあります風が揺さぶられている時に持ち上がった時にほんのわずかなんですがそこへ 虫ヨトウムシなどがいた場合こうもぐもぐもぐってです、ね、なんか入っちゃうんですねそうならないためにもパッカーでピシッと止めていただければより害虫の被害がなくなると思います、はい、じゃあこの辺で今日は間引き株の間引き1回目ですね仕様が展開して葉っぱが重なり合っているものだけを簡単に間引きという作業でやらせていただきました あとこの防虫ネットですね害虫になるべく入らないようにやるやり方としてご紹介をさせていただきました今日はこの辺で動画を終わりにさせていただきます今日の動画でわからないことがありましたらコメントでお待ちしておりますまた今日の動画いいと思われる方は高評価ボタンをまたチャンネル登録をよろしくお願いいたしますいつもご視聴いただきありがとうございますまたよろしくお願いします